はい、お疲れ様です。ちょっと先ほどは球場でバタバタしてたんで、まあ、ちゃんと話をしますと、まあ、今日6月13日月曜日なんですけど、まあ、チームとしては休日で牧場にみんなで行ってご飯を食べたり乗馬したり、まあ、動物と触れ合ってたんですけど、まあ、レン君が、まあ、球団の方から電話が来て、明日トレードがサルティーヨとブラボスの間で決まったという、まあ、お話を受けて、でまあ友としてはどうだというふうに聞かれて、まあ、本当にこのレオンっていう街、チームメイトが本当に大好きだし、熱い野球ファンの方々たちと接することができて、うん、まあ、チームとしてなかなか勝ててないっていう現状もありますけど、まあ、その中でチームが下した決断っていうのは、まあ、練習生から契約に至るまで、お世話になった球団なんで、寂しい気持ちでいっぱいですし、なんとかこのブラボスのためにね、自分の持ってる全てを捧げて頑張りたいなと思ってたので、本当に心の底から思ってたので、うん、本当に寂しいし、本当に感謝している球団の、方々が下した決断っていうことならば、うん、僕はやっぱり尊重しなきゃいけないし、またサルティーを頑張りたいなっていう、うん、今はそういう思いですね。このメキシコの夏リーグっていうのは本当に移籍も多いですし、チーム間でトレードだったり移籍っていうのもすごい多くて、なかなかこう僕自身もメキシコ3球団目で、まあ、今回もそうですけど、何も言えずに別れの時が来るっていうのがやっぱり一番辛いし、顔を見てありがとうと言えないのもすごく辛いです。先ほどあのインスタグラムで発表したんですけど、まあ、レオンのファンの方々から、まあ、行かないでくれとか、君のことは一生忘れないよとか、まあ、そういうメールをいただいて寂しい限りです。また一方でその新しいチームサルティーヨのファンの方々からようこそとか、そういう温かい言葉をいただいてるんで、また頑張りたいなと思います。本当メキシコ来て戦力外も経験したし、練習生っていう立場から試合に出れるまでの経緯も経験したし、またトレードっていうね、環境が変わるっていうのは、まあ、とても不安ですけど、自分のできること、うん、持ってるものを精一杯出して、やりたいなと思います。また明日から頑張ります。Vamos.